はい、除名天皇陵でございます。飛鳥時代の第34代天皇でございますがね、飛鳥時代に揉めに揉めて大変でございまして、この頃はね、ちょうど美田天皇がお父さんなのかな。あら、看板が消えかかってますね。看板が、え、どうや、除名天皇、そうですね、ビタっていうのはね、講師。はい、行ってみましょう。ここは八角情報本やったかな、そんな感じなんですよね。これ上、周りが回れなかったんでね、横ちょっと入ったことあるんですけど、おお、危ない危ない。はい、失礼します。ここはちょっと外してみましょうか。はい、失礼します。ということでございまして、飛鳥時代は大変な時代でございましてね、この寮にね、間違いなく埋葬されただろうと言われてるんだけどね、八冠本って分かんのかな、これ分からへんな。はい、では上がってきました。こんな感じだよね。大きいんですよ、この巣ね。はい、ここにあるな、ここにな、ここにあるんです。はい、富士坂寮。はい、ここ中が墳丘が見えないけどね、どこ墳丘見えないな。きれいにね、掃除されてまして、34代やったよ、34代天皇、大変でございましたよね。飛鳥時代、飛鳥時代の天皇いろいろ回っとるんだけどね、まあ暗殺されたりね、大変ですわ、お馬鹿さんにね。蘇我氏が非常にね、権力を振るってた時代だそうですからね。最後は蘇我氏のイルカさんはね、あれ一瞬の変化、反対に殺されましたからね。はい、そんな状、そんなこんなんで、今大変いっぱいの方に見てもらってますけどね、この奥はね、ちょっと回れないんですわ。ヒノキの林でございますけど、ヒノキで、いやー、ちょっと中見てみたいな。何年か前にね、ここはね、中いろいろとね、掘ってくれたんですがね、八角方法やったかな、八角、上が円墳湯だったかな。あー、いいですね、ここ。何年目ぐらいですかね、だいぶ来とるんやけど、ここも通るたびにね、166号、今日はほんま間違えましてね、166号をね、無駄まで行きました、無駄まで。はい、こんなんですね、周りが。よいしょ、最初に来た時はほんまにびっくりしたけどね、これ、この階段、石の階段、こんなんですよ。ついてますね。段差がね、非常にないんで歩きにくいんですけどね、これ。これこんなんですよ。はい、ありがとうございます。ちょっともう一回生まれて帰りましょうか。飛鳥時代はね、やっぱり思い出すよね。いろんな飛鳥時代はいろいろと日本書紀にね、記録が残ってますからね、間違いなく。飛鳥の前はね、ちょっとね、ちょっといろんな古墳もあったけど、ちょっとおかしなやついっぱいありますわね。
これはおかしいやろしね、いっぱいあるし。で、飛鳥時代でもちょっとおかしい言ったね。天武天皇と持統天皇はあれはあっとるやろうけど、誰やったっけ、文武天皇か。文武天皇がちょっとおかしい言ったね。中尾山古墳じゃないか言ってね。よいしょ。それと、あれ、剣豪静香が、誰言ったっけ、斎明、ね、三明天皇じゃないかって言われたんだけどね。一応、量はね、決まっとんやけどね、宮内庁は決めてはるんやけどね、学者の方は全然違う意味でね、そんなんで、いろいろ見てもらうと面白いですよ。水が流れてますね。どこから流れてるんですか。ここから流れてるの。おお。はい、ありがとうございます。こんなでございます。この石碑は古いですよ、これ。ちょっと傾いてるけどね。伸びやずーっと伸びやな。見てみましょうか、こんなんで。ああ、見えないな。いや、いいんやけどね。もう素晴らしい眺めでございます、これ。鳥が見えないけどね。いや、ありがとうございました。はい、帰りましょうか。あんな綺麗やけどね。いや、ちょっとこれ歩きたいけどね。ちょっと民家なんだよな、これ歩かれんな。ちょっと待って、歩けるかな。これ民家やろかね。ちょっといかんな。ダメですね。民家で、2回でございますね。いやー。